はい、どうも、パチオです。日暮らしプレイ日記なんですけど、今ね、クエスト回してる感じですね。今日はね、メンテナンス明けということでね、対抗戦が、仕様変更になったということで、まあ、勝っても負けても一発やっていこうかなっていう感じですね。で、まあ、何喋っていこうかなって思ったんですけど、イベント皆さん終わりましたかね？僕も今回のイベントはかなり美味しくいただいてますね。こういう時に、下のクエストを回さないでいいように、素材をね、かき集めておくっていうのは重要だっていうことで。まあ僕はそういう、スポーツニュースが入っちゃったけど。まあそんな感じで、頑張ってるんですけどね。まあ、今回のなんかだいぶ変更点あったよね。あと肉絵やらなかんのだっけな。確か熊のぬいぐるみ4体だったと思ったけど。まあなんかね、ね、対抗戦が随分ね、つまんなかったのがこれで改善されるんなら、まあそれこそあれじゃないですかね、回復力をひたすらに高めてた人が有利になるとは思うんだけど、まあただ、人対人の対戦になると回復、もうあんまりあれなのかなっていうか、僕はね、今のデッキ、メインデッキがね、5人中4人が夜なんで、今回の、ね、フィールドが夜ということで、結構有利だったりするのかなという期待は持ってるんですけどね。あ、しまった。そう。とりあえずね、僕はなるだけこいつを回すように努力をしてる。あと1回だったっけ？まあこれあと1回ぐらいクエスト残してたの、まあね、その石使ってまで やる価値があるのかないのかわからんけど、まあとりあえず僕はね、チャンスがあるというか、少ないクエストの回数で、回せるやつが出た時のみ、石を使ってでもやるみたいな。で、今日6回やれるうちの5回目だと思うんですけど、まあそんな感じでね、何が何でも6回回すなんていうことはね、やらないですよ。まあ、ヒカキンプレイヤーだしね、石が足らなくなるんで、それやっちゃうと。まあ、今回ね、また次のイベントが、明日からかな、始まるっていうことで、また美味しくね、いただいてく石をね、石稼ぎの場として、かなり使えると思うんで、イベントは。まあ、新キャラはね、まあ、通常防御力アップは、いいよね。ヒルカードが全然ないけど。ああ、ハニワ。一応、奉納はしときたいけどな。持ってたかな。砂利のハニワ、砂利のドラ。アイテム一覧。ハニワと、ドラ。あるね。砂利砂利。あんだけどな、奉納し、もうそろそろ奉納はいいかなっていうね、そんな感じはあるんだけど。まあ、最後だ。まあ、今日の最後っていうことで。はいっと。土の埴輪をそんな200近く持ってんのは、まあ、基本的にイベントクエストっすね。あーちゃー、スキルレベルなんていう簡単なやつが。レナ強化できたのに。まあ、残念だけど。さあ、対抗戦、とりあえず、ダメ元でやってみましょう。ちょっと勝負になる相手にしてほしいな。
ちょっと勝負にならない気がするんだけど。レベル61。辛いかな。この人いけるかなって思ったんだけど。ちょっと辛いな。はいはいはい。27427。じゃあこの人ちょっと相手にして戦ってみましょうかね。てかだいぶ順位落ちたな。お任せ編成にして、回復キャラを変えて、まあこんなとこっすかね。まあダメでもともとっていうことで今回は。なんでそういう風に？なるほど。中段のとこで全員回復しますよっていうパーティーね。なるほどなるほど。三蔵理科の能力をフルに活かしたみたいな。そう、なんか、えらいバフがすごいな。攻撃力、防御力アップ。うわぁ、めっちゃ回復するし。これは辛い。これは勝てなそうだね。わお。厳しいね。まあ勝てないとは思っとったけど。全員当たるんかい。はいはい。これで火傷全員とかだと熱いんだけどね。おお、勝った勝った。そうか、全員列攻撃っていうえげつないことに。やっぱ攻撃のエースはね、間違いなく。いつも通りかな。列攻撃がえげつなかったね。俺絶対ダメだと思ったんだけど。はいはいはい。あ、クールタイム1分あるからダメか。いや、クールタイムはさすがに守るよ。そんなとこで、使いたくない。まあ。あと、デイリーミッションクリアしてないのは、キャラのスキル強化とかな。ログインの時に、これは。ログインの時になんとかなりそうだな。はいはいはい。あと何やってなかったっけな、ショップ。これ忘れるとね、まあね、もうそろそろね、弁当はいいかなっていう感じなんだけど、このスキルメモがね、絶対的に。とりあえず、この弁当とスキルメモを買って、更新。でこの10万で更新できてるうちは更新し続けます。でこれで更新するのに20万必要になったんで、もうこれで更新しないと。まあそんな感じっすね。もう一回対抗戦やって終わりにしたいっすね。あら、これはサービスだね。もう、引退っすかね、この人は。
あーなんかね、引退者出てきちゃうのは寂しいけどね、仕方ないのかな。課金とかもしてるだろうにもったいない。クールタイムこんなんだしな。まあこの辺で終わりにしときますかね。いいな、みんな称号いいよね。まあ僕犯人はオタクっていうあれなんだけど、富竹フラッシュとアルバイトのお社様と富竹以外食べられる。いいな、称号がみんなセンスあるな。なんかまあそんな感じでね、なんかものすごいよ、あーこれはやっと来たい、やっと来たい、10位。すごいな、名前がいいな、マッチョ限定だったねって。これはうん、更新されないようにこれ1分30秒待たなかん。うん、だからこういう時に勝っとかないと、なんかね、勝てる時に勝っとかないとすげえ後悔しそうな気がするんだよ。まあね、自分のその能力に見合わない場所に順位にいるとボコボコにされるってのはあるんだけど、まあそれでもね、ちょっと頑張りたいなっていう感じはあるんだけど。あと1分。あと1分。うん、これなんかタップしちゃうと勝手に更新されるあれだからね。ちょっと厳しいな。まあこれでね、もうこれ終わったらさすがにどんな弱いやつが出てもこの放送は終了しようと思います。まあ一応ね、そんなこんなでやってってんだけど、一応毎週火曜日を予定してんだけどね、まあ今回ね、面白いネタがあったのと、こっちのね、アップデートがあったっていうことで、一日ずらしたんだけど、まあもう一回火曜日に戻してやっていこうかなっていう感じですね。さあ、残り20秒切ったぞ。さあ、どうだ。まあこんな勝てそうなのを逃すほど僕もお人よしじゃないんで、はい、クールタイムゼロよろしくお願いします。でも基本的に投げてくれてるからありがたいけどね。うわ、嫌なパーティーだ。これで霧のいいとこで終わりにしましょうかね。じゃあ終わりにします。ジョッポチョでした。バイバイ。